平和の森公園の芝生広場。地下は写真奥にある中野水再生センターの沈殿地になっている。中野区立総合体育館平和の森公園は東京都中野区荒井にある中野区立の公園である。旧中野刑務所跡地。同名の公園を全国の複数の自治体に確認できるが特につながりはない。もともとこの場所は 中野刑務所であったが、住宅化の流れや地域環境などの観点から廃所され、1983年に公園として整備、されて開園した。2016年に再整備の基本設計がまとまり、2017年11月より再整備工事が開始されており、完成はしていない。2020年、一角に中野区立総合体育館ができた。 再整備工事以前の敷地内には、芝生の広場や野球広場などのほか、当地で発掘された弥生時代の縦穴式住居が復元されていたり、平和について考える平和資料展示室などがあった。また、元刑務所の敷地内には東公園のほか、下水処理施設や法務省強制研修所東京支所が隣接してある。航空写真に見る平和の森公園、 1989年度撮影。国土交通省国土画像情報をもとに、作成航空写真に見るありし日の中の刑務所。1974年度の撮影。現在は平和の森公園となり、王子を忍ばせるものはほとんど残っていない。国土交通省国土画像情報をもとに作成なお、かつての法務省強制研修所東京支所の敷地内に、 旧中野刑務所正門が保存されている。刑務所の跡地を思わせるものはほとんど。敷地面積54,658.99メートルに2015年3月、田中大輔区長が公園内に体育館と陸上トラックを新設する改修計画を発表。2018年1月15日、多目的広場で流木の伐採を開始したことから、同年2月16日、 中野区の住民5人が中野区長を相手取り、公園価値が低下することなどを理由に住民訴訟を起こした。同年6月に行われた中野区長選挙では公園の改修計画も争点の一つとなり、平和の森公園を守ることを公約の一つにした坂井直人が当選。新区長は住民説明会等を通じて陸上トラックを取り下げる変更案を策定し、 2019年3月の区議会へ変更案を上呈したが議会は僅差で変更案を否決。区長は計画を当初の案に戻して公園の改修工事を進めることを表明した。ありがとうございます。